岡田直子の 2.5 次元チャンネル、吉本新喜劇の岡田直子です。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今のはですね、あのアニメマクロスフロンティアに出てきますランカちゃんが歌う、あの青函飛行っていう曲があるんですけど、その中に出てくるランカちゃんの決めのポーズですね、キランございました。気になる方はね、ぜひあの調べて聞いてみてください。というわけで今回の動画はですね、前回の動画でも言わせていただいたんですけど、ちょっとだけあのモノマネをさせていただこうかなと思っております。私ですね、一応そのアニメのモノマネをしたいとかするときもあるんですけど、そのレパートリーが一応5個ありまして、それをちょっとさせていただこうかなと思うんですけども、正直その私がこのやるキャラクターのね、アニメのキャラクターのモノマネ全部美少女ばっかりなんですよ。なのでその子が喋ってると思って聞いてくださいね。一旦だから私の顔をシャットダウンして聞いてください。つまり今回の動画はもう毎回言ってますけど、特に今回の動画は作業用 BGM だと思って再生してください。よろしくお願いします。じゃあこの5個のレパートリーの中からですね、自信のない順にちょっとやっていこうかなと思っております。正直そのね、一番自信があるやつすらもう指して自信もないんですけど、とりあえずですね、今回のこのモノマネ、ハードルを本当もう低くして再生してください。よろしくお願いします。じゃあまず一つ目いきたいと思います。アニメタッチの朝倉みなみちゃんのモノマネいきます。タッちゃん、みなみを甲子園に連れてって。はい、もう次々いきますね。これはもう傷がね、もう残らないうちにね、次々いきたいと思いますので。続きましてはですね、物語シリーズに出てきます戦場ヶ原ひたぎちゃんのモノマネしたいと思います。戦場ヶ原ひたぎちゃんが荒垣くんに語りかけているところをやります。荒垣くん、あなた今何を言っているの？その口ホッチキスで閉じるわよ。はいね、ひたぎちゃんだと思って聞いてくださいね。はい、じゃあ続きましてですね、声優の田村ゆかりさんのモノマネをしたいと思います。まず、声優の田村ゆかりさんがラジオで言う自己紹介のモノマネします。いきます。皆さんこんばんは、田村ゆかりです。はい、続きまして田村ゆかりさんが声をされています刀語りというアニメに出てくる木作氏とがめちゃんというキャラクターのモノマネします。じゃりゃーしーちこー。はい、続きまして田村ゆかりさんが声をされていますリリカルなのはというアニメに出てくる高町なのはちゃんのモノマネします。べっちゃん。はい、今のね、フェイトちゃんっていう子を呼んだんです。はい、続きましてですね、田村ゆかりさんばっかりですね、すいません、好きでね、田村ゆかりさん好きで、田村ゆかりさんの歌モノマネをちょっと本当ちょびっとだけなんであれなんですけど、はい、やりたいと思います。会いたい時はじゃあする秘密のドアをなんかいいでしょう。はい。はい、じゃあ続きましてはですね、ラブライブというアニメに出てきます南小鳥ちゃんのモノマネをしたいと思います。はい、いきます。ほのかちゃん、海ちゃん。はい、続きましてこの南小鳥ちゃんがエンディングのね、なんてきっと青春が聞こえるというタイトルのエンディングテーマあったんですけど、そのきっと青春が聞こえるを一人で、小鳥ちゃんが一人で歌うバージョンがあって、それのちょっと歌真似をしたいと思います。ちょっとここにね歌詞があるんで、ちょっと一旦確認だけさせてください。すいません、いきます。歌います。羽のように腕開けて眩しい未来へと飛ぶよ。これ、私、大丈夫かな？怒られないかな？本当に、怒らないでくださいね、ファンの方、皆さん。ふわっと聞いてくださったらありがたいです。すいません。でも、愛はありますので、一個ずつに。私も全員大好きなキャラクターなんで。はい、そ
そこだけ強調しとこう。はい、では最後です。最後はですね、私の本当大好きな大好きなキャラクターなんですけど、鈴宮春日の憂鬱に出てくる朝比奈みくるちゃんの声真似したいと思います。みくるちゃんがぴょんくんですね、主人公のぴょんくんに泣きついている時のセリフいきます。続きまして、朝比奈みくるちゃんが鈴宮さんを呼んでいる時の、はい、セリフいきます。鈴宮さん、私頑張ります。はい、という以上の5つのレパートリーでございました。これはね、もうハードルを低く低くほど作業用 BGM として流していただけたら嬉しいでございます。本当すいませんでした。全てのファンの方に本当に申し訳ございませんでした。でも私も全部のキャラクター本当に心の底から大好きなキャラクターばっかりなんで、はい、愛はこもっているはずです。はい、というわけで今日の動画はこの辺で、またね、よろしければチャンネル登録もしていただけたらなと思います。今後ね、このモノマネを使ってですね、絵本だったりとか、なんか漫画の朗読とかもできたらなって思っておりますので、ちょ、まあ、それはね、また後々いつか動画でアップしていきたいなと思います。まあ、次の動画はですね、ちょうどもう4月にも入りましたので、今期始まるその春アニメのお話をちょっとねさせていただきたいなと思っております。あとはですね、冬アニメですね最終回の話もね、ちょっとできてないのでしたいなと思っておりますので、またよろしければご視聴よろしくお願いします。というわけでこの辺でありがとうございました。